第3部の冒頭はキャロッピー前田は釣崎さんが世界残酷機構をしていた頃何をしてたのかみたいな話をちょっとだけお話しさせてもらってと思いますが、ちょうどほら釣崎さんが死体写真、はい、まあ、海外にね、はい、行ったの94年じゃないですか。で、実は僕もあの海外の取材は94年からで、うん、まあ、ただその時はもう本当にアメリカの西海岸からスタートしてるので、うん、まあ、ロス、サンフランシスコで、うん、まあね、釣崎さんがその時期にすでにロシアに行ってたっていうのは、うん、ずるいなみたいな、うん、感じですけどねまあまあ、でもほら僕が取材しようとしていたものの対象は、まあ、その当時は、まあ、とにかくアメリカ西海岸が一番まあ、最先端っていう感じで、うん、まあ、よく話に出してるんですけど、うん、あのこの、モダンプリミティブズっていう本があって、まあ、これはサンフランシスコの、リサーチ社っていうね、はい、あの出版社が出したやつなんですけど、まあ、これは89年出版されたものを僕は91年に入手して、まあ、これを、まあ、特にこの中で、ちょっとこれ、写真がこちらで見せられますけれども、これにしましょうか。ファキル・ムサファーの、サスペンション、まあ、これは、アメリカ先住民のサンダンスの儀式を、現代的に再現したものですけど、まあ、こういう、写真が出てて、まあ、これがあの、まあ、モダンプリミティブズ、まあ、いわゆる現代に、民族的あるいは、人類の太古からあったかもしれない、身体の加工装飾を現代的に復興させようと、うん、いう本で、まあまあ、僕そこですごく影響されて、まあ、それがきっかけで最初はボディピアス、それからタトゥー、でさらにもっとあの過激な身体改造をかけていくことになるわけですけど、でちょうどその時にあれですよね、あの、バーストもスタートして、はい、で僕もあの96年にあの白夜書房の、編集者から独立して、うんうんうん、ちょうどその流れであのバーストのライターとして活躍していくことになるんですけど、でそこでもう一つあの結構大きな事件はあの99年にあのカナダのトロントで、身体改造の世界大会モドコンというんですけど、うん、それが行われて、まあ、それにあの参加させてもらうわけなんですけど、うん、まあ、その時すでにあのちょっとインプラントとかもしてたからなんですけれども、それでやっぱりそのもう世界トッププレベルの改造人間の人たちとあの交流するようになって、まあ、その人たちをまあバーストに次々にまあ紹介していったっていう、うん、前田君がサスペンションを最初にやったのはあれですか、モドコンですか。あ、最初モドコンです、うん、ただそれはね、2001年かな。あ、なるほど、うんうん、ちょっと後になりますね、うん、ただね、あれなんですよ、あの例えばファキリムサバーがこれでサスペンションやってた頃っていうのはもう選ばれた人しかできないことなんじゃないかって思われていたのが90年代の後半ぐらいなんですよね。だんだんそのサスペンションのやり方っていうのが確立されて、まあフックもこういうの使えば大丈夫なんじゃないかとか、あのだから僕自身生のボディサスペンション見たのは99年、でそれもわざわざサンディエゴのあるなんかイベントがあって、でそこに行けばあの生で見れるっていうので、あのロスからその時は運転してたんで、うん、なんか4時間ぐらい車を運転して、うん、サンディエゴまで取材に行ったのを覚えて、うん、まあその時にその後にメキシコにも行ったりしてますけど、うん、そのぐらいまだ99年の段階でもまだ珍しくて、そうなんですね、うん、意外とそうで、うん、このモドコンみたいな世界大会とかが行われたことで、うん、だいぶその情報の共有がされるようになって、はい、で僕自身は2001年に、うん、あのモドコンでサスペンションやってて、まあ、あと皆さんご存知のやっぱスプリットターンとか、あとアンピューテーションっていうのは指とかの切断とかなんですけど、いやもう、ね、そういうのはもうモドコンがこのとは前田君カルチャーっていうか、うん、もう俺僕死体写真家の俺が言うのもなんなんだけども、うん、もう怖くて怖くてあの好き転んで去勢したり、金玉を露出させたり、露出っていうかボールエクスポージャーみたいな。そうそうそう。光眼をね、あの空気に触れさせるっていうすごいことになってますよね。写真撮るだけのためのために？ああ、いや、あとそれはその体験する。体験、あれ空気を感じるんですか、あれ。
空気を感じるのもあるし、あと一回開けて、戻すじゃないですか。塞ぐと脱ぐじゃない、その縫い傷が残るじゃん。残る。ボール取っちゃうと虚勢になっちゃうけど、あのボールを空気に触れさせてもう一回閉じて縫うと、虚勢はされないけども、あの空気に触れさせたよっていうのと、あの切って開いたのとそれを縫い合わせたのも残るから、っていう、まあ、改造&プレイみたいなやつですよね。すごいですよね。いやもう怖くて。そういややっぱり生きてる人がやっぱり怖いんだなって。死んだ人よりも生きてる人が怖いに決まってるっていうのは、それもう最たるもんだなと思いますね。まああとね、あれですよね。特にだからこのモドコンの後に、あの身体改造アーティストが次々に日本に来日するようになった時に、特にルーカス・ピラがさ、日本にすごいよく来て、あの、まあ、カッティング、スカリフィケーションと思いますけど、肌を切って文様を刻んでたじゃないですか。はい、あれやっぱほら、すごい血が出るわけで、でもう血まみれの写真ばっかバースでね、そう発表して、しまいにはね、東京都に怒られちゃったね。血の量で言ったら、そっちの方が僕の写真より多いですからね。真っ赤っかのね。そうですよ。だって、あの僕はだから中南米で銃で撃たれるスマートな、もう血が最小限しか出ないような死体ばっかりなのに、君らは好き好んで血みどろになっているんですから、もう、とんでもないですよね。まあ、でさっき言ってたけど、まああれですよね、こう舌を裂いて蛇の舌みたいにするスプリットターン、まあ、これはもうまさにバーストで僕が最初に紹介したやつが、あの金原ひとみが読者で、それが小説にしたら蛇にピアスで芥川賞を取っちゃいましたっていうね。でそれがもうそれこそ新聞の一面とかで紹介されたから、あの小説は出始めがスプリットターンって知ってるっていう一文から始まる小説だったために、スプリットターンって何ですかっていうことをすごいメジャー あのメディアが紹介しなくちゃいけなくなっちゃって、そうですね、だから一気になんか日本があの身体改造の最前線みたいになっちゃって、普通の人がスプリットターン知ってるっていうね。確かに。まあ芥川賞になれば もうあるし、新聞で説明してあるんだもん。新聞の一面でこの小説はスプリットターンっていう舌を切り裂く改造をテーマにしたみたいなさ、書いてあったりしてて、まあちょっと笑っちゃう話ですけど。そうですね。ただね、実際のところ言うと、あの普通の人はさ、小説だからさ、あれが実在するものかどうかっていうことを疑ってた人もいるんだよね。あの実際にはね、まあだけどそれもありがちですね。だけどそれもやっぱりバーストとか、あの僕らもほらメディアを、作ってたわけだから、まあ分かる人には分かるし、っていうところでこうつながっていったし、まあそういうところはやっぱりバーストから発信した新しいカルチャーを、まあそこをまあ僕は担当、いや本当にそれはあるんじゃないですか。してた日本をだから身体改造先進国にしたのはもう本当にもう一重に前田君のあのあれだと思います、功績だと思います。ああまあでも今これやってるのもそうだけど、やっぱもうバーストっていうほら、はい、場があって、で辻崎さんがやっぱりほらこの世界残酷機構をやっていて、で僕は僕でこう身体改造の旅をしてたわけだけど、それがやっぱほら同じメディアでこう発信されたりとか、こういろいろクロスしてるじゃないですか。そうですね。だし多分あの同じ読者が両方見てたりするから、あのまあいろいろ細かい好みの違いはあるかもしれないけど、まあとりあえず両方丸飲みしてたと思うんで、そういう意味では本当にあの本当にそういう時代だったなと思いますよ。であとちょっとこれとかは、まああとね、あの僕辻崎さんにすごく感謝してるのは、だから辻崎さんがまあもうほら死体写真家として展示をやったりとか、当然写真集も出しましたけど、僕はもともとほら編集者からライターを経てです、ね、まあ、写真はずっと撮ってたわけだけど、でもやっぱりその2005年ちょうどバーストが終わっちゃうぐらいのタイミングで、バニラガローさんで写真家デビューをさせてもらってるんですよね。まあ、あれなんかも完全にあの鮮血の美っていうタイトルで真っ赤っかの写真ばっかりの展示だったわけですけど、まあそこからあの作家的にスタンスで身体改造をあの写真作品等で紹介していくっていう、あのやり方もできるようになったんで、そこはあのすごく分かりやすく僕は釣崎さんの後をあの
いやいやいや、ついていかしてもらったなみたいな感じですよ。そんなふうには全然思ってなかったですけど、まあ、僕はもともとだから本当にあのアーティスト、タランとして生きてる人間なので、うん、何やっててもやっぱアーティスト的な動きしかできないと思ってるんですよね、うんそのうん、だから世界を巡って、うん、その主体現場をさ、見てきて、うん、やっぱり、取材費とかをこう獲得するときに、うんまあなんかジャーナリスト的な仕事もやってきてよみたいなことで、うん、特に紛争地域なんかでは、うんまあ、そういうのがほとんどを占めて、主体写真の自分がやりたいことは、うん、もう本当にほんの一部にせざるを得ないような現場とかあるし、うんうんうんいろんななんか女の写真撮ってこいとか、なんかあの海外の売春婦の写真撮ってこいとか、うん、初期の頃はめちゃくちゃ多くて、うん、まあまあ撮ってはくるんだけど、うん、まあすごい苦労した気分があるけど、でもやっぱりそういうところにはハマらないんですよね、うん、なんかそうどうせそうしてくれば、うん、取材費もらえるし、うん、それで好きなこともできるじゃないかっていうふうには僕はならなくて、うんうんうん、だからああいう今でも実話雑誌とかでなんか今、うんまあ、そういうことがやれてれば、うんうん、あの仕事もらえてたんじゃないかなっていう気はするんだけど、うんまあ、最初からそうなんですよね。なんか不器用というかなんというか、ただ本当に茨の道ですよね。まあでも前田君が偉いのはそこからまたあのその展示とかその現代美術の域までこうあのねそのああ自分の興味がいってああ行ってというかもともとあるんでしょうけど、ああで、まあ、その自分がキュレーションをして企画展をやってみたり、ああね一緒にねバーストの展示も何回かやってるし、はいはい、いやいやもう ああいうところまで行くと素晴らしいですよね。あの僕はそういうこと全然興味ないですから、自分にしか興味ないまあねあれはねあの変な話だけど、だからバーストの後さらにタトゥーバーストがあって、ただタトゥーバーストも終わっちゃった後にさ、さすがにちょっとやばいみたいなさ、なぜかというとタトゥー専門誌でタトゥーバーストにすごいさ、うん、あのまあなんていうかな、あの仕事いっぱいしてたし、もうタトゥーバーストにすごくこうあの力を傾けてたんで、 あれがなくなると思った。あれがなくなっちゃうと、うん、その自分のエネルギーの問題もあるし、うんまあ、もうちょっとその生活的なさあの、ね、経済的な問題もあるし、そうですね、であの時にあのオカルトとさ、うん、アートのうん、を始めて、うん、でもそれは一つはやっぱりそのタトゥーをのさ、うん、堀さんたちとかも、うん、そのタトゥーはアートだって、まあそれはアートだと思いますよ。アートです。ただそれがじゃあでもいわゆる本当のアート、ファインアートとか、ね言われるものちょっと違うじゃないですか。で, す、ねはい、でも例えば海外のタトゥーアーティストの人たちでも、うん、あのもっと本当は絵描きになりたかったりとか、うん、いろいろそういう人によってはバックボーンがあるから、うん、なんかもっとファインアートに、うん、あの世界になんでタトゥーは認められないんだろうみたいなね、うん、そういう議論っていうのもあったりもしてて、うん、そういうのをもう知ってるから、逆にその、 あのアートのジャーナリストをもやってますよね、うん、やる、僕がやるようになるわけだけど、やることによって逆に僕が今までやってきたあのタトゥーだけじゃなくてこういうボディアート的なものも、うんあのアートの文脈に、うん、こうなんとなくこう強引にすり合わせていくみたいな。いやいや強引ではないでしょう、まあ、すごく自然になってると思うし、うんうん、まあその時に面白いのはさっきのモダンプリミティブじゃないけど、時代をすごく古くまで戻れば、うん、いやそれが古代とか、うんまあ、縄文時代もいいんだけど、うん、戻ると分離してないじゃないですか。あ、いろんな文化ですね、いろんな文化がものが全部どんどん、うん合体していく。哲学とあの芸術っていうのは今は全然別物だけど、うん、どんどん時代を遡っていくと、残るほど全部全てが合体していくし、その表現規制の問題だってさ、どん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 先、うん、法律とか国家がない時代にまで戻っちゃえばさ、はい、もうなんか規制の何もあれはしないみたいなさ、ぐらいの世界ってあるわけじゃないですか、うん、なんか結構そういうところも僕すごい好きな部分で、うんうん、何をやるにつけてもなんかプリミティブに戻ればあの全部跳ね返せるみたいな、ね、まあ、あんまり原始的になってもどうかなとは僕は思いますけど、ね、でもそれは今言ってるのは思考実験っていうかさ、もちろんです。だからっつってさ、あのなんかもう原始人みたいになってなんか未人公になってもしょうがないですから、ね、あまあまあそうだけど、そのなんかやっぱり表現の自由とかさ、分かります、そういう議論の時に、うん、なんかほら
100年ぐらい遡ったぐらいで戦っててもさ、うん、なんか時代背景とかも違うし、うん、こう話がさ結局前に進まないみたいな話ってあるじゃないですか、うん、まあ、そこのブレイクスルーとしてはもっと遡ってみようかっていうことはあるでしょうね、うん、そうそうそう、だしほら西洋と日本とか、はい、まあ、東洋でもいいけど、うん、の違いとかもの問題とかも全部ひっくるめて、うん、すごい過去までどん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 過去まで戻れば、全みんな人類みんな兄弟みたいなさ、うん、とこまでいけるよねみたいな、ホモサピエンスまでいけばもう、まあまあまあ、そこは悪いと僕は言ってなくて、でもだからその途中段階でこう、まあ、身分化のものがこう分かれていって、うん、っていうところのこう分かれ目みたいなところも僕は重要視したいんですよね。あ、それも分かりますよ、うんうん、それは当然、うん、分かってて、うん、ただその身体改造のね、僕がメインとしてるテーマがどうすれば他のジャンルとつながるかっていうと、それはさっきのこのモダンプリミティブにあるみたいに、プリミティブまでいけばすべてが身体改造ですみたいなね、うん、っていう、まあ、ちょっと極端な。プリミティブってサンダンスって要は本当にそんなに遡ってるわけでもないじゃないですか。ああ、だからまあそこは歴史で言えばすごく最近の。そう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 、まあだからまあまあだからそれはちょっと、含みが。あ、わかります。ありますよっていうこと。いや別に何癖つけてるわけじゃない。じゃあさ、ちょっと、はい、で最後やっぱここはね、今日釣崎さんにぜひ聞きたいと思った、やっぱその死体写真こそが鬼畜カルチャーにおいて最も突出したものであると。であるがゆえに。いや、身体改造じゃない。いや、いやでもさ、いや、だから それ言うと、これ、それも議論したことあるじゃん。だから、とはいえ、じゃあ身体改造って全部鬼畜カルチャーなのかっていう。違います。そうじゃないじゃん。違います。これは言い方の問題だって、鬼畜だと思われたくない人もたくさんいるでしょうけどね。だし、さっきも、話したみたいにさ、その血まみれだったりとか、はい、来ちゃったりとか、ええ、鬼畜的部分あるでは明らかにね。ありますね。いや、俺それさ、前田君が言って初めて最近気づきましたよ。なんかそういうふうに言っちゃいけないのかと思ってたから。それは全然なくて、うん、だからどっちかっていうと、今日も話してて、多分聞いてる人も分かると思うけど、そのちょうどバーストで僕が特にモドコの世界大会の人バーッと紹介してた頃は、本当にいわゆる鬼畜系身体改造の実践者の人たちをいっぱい紹介したかなっていう。そうですね、鬼畜系と言ってもいいよね、あれエクストリームになっちゃうと。だってこれ切断の人とかやばいっすよ。やばいですよ。食べちゃったりするし、うん、みたいなさ。そう、なんかホラー映画じゃないんだからさ、うん、まあ、ホラー映画じゃない、まあ、なんかシュートみたいな意見言ってますね。いや、うん、本当にびっくりしちゃいますね、うんうん、まあ、死体はね、それに比べるとおとなしいもんなんで、はい。そう、比べなくていいよね。だって一つのジャンルをさ、はい、逆にだから鶴崎さんが例えば、うん、死体写真の場合、うん、なんていうかな、死者の尊厳とか、うん、そういうことを踏みにじる意味で鬼畜だっていうふうな言われ方をしますけれど、僕はそこは自分の中で完全に折り合いがついていて、うん、自分はそれを引き受けた上で、うん、あと法律的にも、うん、なんていうかな、それはもう感情的にはそういう部分あるかもしれない、うん、でも法律的には世界の法律の中で、うん、その死体損壊という罪はあるにしても、うん、死体写真を、表現していく、その発表していく、撮る行為、うん、それが、なんていうかな、ある意味で違法なこととか、その、うん、なんていうかな、悪行だとは絶対思わないですね、うん、まあ、自分は自分の命をとかその作家生命を閉して、うん、これを表現としてやってるわけですから、もちろん、うん、そこはなんていうか、その世間的なモラルとか、うん、そういうものとなんか、ね、対決する部分っていうのもすごくあると思うし、うん、なければいけないと思ってます、うん、逆に、うんうん、で挑発してこその表現ですから、うん、まあ、もともとそういう気分がなかったら死体写真なんかテーマに選ばないですよ。ああ、うん、だからそうですね、そういう意味でもともと鬼畜と言われて、死体写真イコール鬼畜というのはやっぱ紛れもなく世界的な現実なんですよね、うん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 、で、それで、まあ、やってるから自分は今でも鬼畜系の生き残りだというふうに自称するわけです。ああ、みんなその鬼畜系のカルチャー出身の者にしても、うん、それを絶対に恥じて言わないけれども、うん、自分は今でもそれをやってるっていうふうに言い続けるのはそういうことに誇りを持ってやってるからですよね、うん、はい、
だからそうです、あの鬼畜突出した鬼畜カルチャーとも、まあ鬼畜カルチャー、鬼畜カルチャー的な鬼畜カルチャーなんですよね。まあ本当に死体写真って分かりやすいですけどね、うんうん、みんなが眉を潜め、うんうん、る表現、ドラッグとか、死体写真とか、まあロリコンとか、うんまあ、身体画像とか、まあ、いろんな、ね、フリークスとか、うんうん、いろんなのありますけど、死体写真がその中でなんか一つ、ちょっと他とは違う部分っていうのは、うん、死人に口なしっていう部分ですよ。でそれをだから完全に作家が責任を負って作品化していく、うん、でそのなんていうかな鬼畜カルチャーって他のやつは、まあ、紫百郎さんがやってたような、うん、ゴミを漁ってどうのっていうなその、うんそのゴミを出した人をの人となりをあらわにしていくっていう作業っていうのは、うん、ものすごい生き生きしていて、うん、その生きた人間との対立構図っていうのがあるから、うんうんうん、そこで折り合いがついてることはついてると思うんですよ、うん、で死体っていうのは そういうことの折り合いっていうのはつけられないわけです。 もっぱら作家に、うん、その責任が負わされてるっていう部分において、うん、ものすごく難しいことであるし、うん、そこを鬼畜と言ったら鬼畜でしょうねっていうふうに思います、うん、だから鬼畜源っていうふうに言うことを別に否定はしないし、うんだから鬼畜だからと鬼畜っていわゆる鬼畜だからといって、うん、世の中で言われてるやつに、ね、鬼畜呼ばされることはないと、うん、ないし、うん、僕は今でも表現を何て言うかな発表し続けていて、うん、今でも生き残ってきてるわけです。で、うん、評価してくれる人もいます、うん、で特に一番評価されたのはやっぱりコロンビアで撮ったシリゲ少将ロスコっていう、うん、映画ですけどね、うん、映像作品だね、スチールよりも映画の方がやっぱりはっきり言ってグロいですよ。グロいけれどもその作品が1時間半がある作品、これちゃんと、まあ、我慢したりも何でも最後まで見ていただけるとちゃんと納得してもらえる作品にはなっています。だからもともと自分は、まあ、映像畑出身であり、うん、今でも映画監督の一人だと一員だと思ってますけれども、うん、それでちゃんと自分の言いたいことは表現できたっていう部分は本当にあるんですよ、うん、で死体写真1枚その何て言うかなピラッピラッとこうね全然何の脈絡もなく見せられた人に対して、うん、自分はそれに対して説明能力それが十分だというふうにはもうとても今でも言えない、うんうん、でそれでも何かまあ今までその30年近くやってきた蓄積の中で、うんうん文脈がなんとなく見えてくるじゃないですか。ああああ、まあ、こういう本も書きましたし、うん、この後に死者の書っていう本も書いてるわけです、うん、これは、21世紀になってからの10年間にの、まあ、自分の、まあ、世界に対する考察、うん、まあ死者の書もね多分次回とかね、あ、分かりました、細かくねやりますから、今日はこの分かりました時代を90年代っていうか、20世紀最後の5年間を、だから僕はこの本にも書いてあるんだけど、世紀末っていうのを思いっきり世紀末やってみたかった。あ、それはね僕もあるな。あるでしょ、うん、これやっぱ子供の頃からの夢で、うんうん、世紀末のどういうお祭りをやるかっていうことを、うん、だから世紀末をもう完全に自分が体現したいっていうふうに思っていて、うん、で死体写真家やってるわけですね、うん、まあまあ、前田君もそうなっていうのは、さっきのだから身体改造の世界大会がさ、99年、2000年、2001年すごいことになったんだけど、男性器から被覆してみたいとか、あれはもうみんなその世紀末があって、まさにその体現っていうかさ、頭の中で考えていたような世紀末をもうリアルに実践するっていうか、まあ、なんかそういうなんかちゃんとこう目に見える形で表現していくっていう、うん、それがだから実際起こったことなんだっていう既成事実を、まあ、既成事実化していくっていう、それがまあこう、うん、我々に生きている証であるし、歴史になっていくわけじゃないですか、うんうんうん、やってきたことが、うんうん、まあ、だから僕なんかは本当に世紀末に向かってもう一生懸命やって、まあ、それで不完全燃焼だったわけですけど、まあ、今でも頑張ってでもなんか本当にもう2度目の3度目の世紀末みたいな、どんどんあなた
本当20年前に比べて、うん、もうどんどん世紀末感が増してるじゃないですか。まあ、もうもはやこれ世紀末じゃない、終末思想に近いですよね。もう大予言レベルですからね、今ね。今終末なんだよね、これね、うんうん。というところで、本当にこういう時代に生きられる幸せっていうことをかみしめていますよ。そうですね、こういう時代を楽しめるかどうかっていうのが、うん、ついに弱気に戦争がやってくるよ。試されてるということで、うん、鬼畜道場、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。辻崎さん、どうもありがとうございました。